はい、釣り研の松田です。今回ご紹介するのはこちらフローズになります。主な特徴3つ、はい、超精密浮力設定ということで、同じ浮きを2個買って、例えば1個使って糸が切れちゃって、使ってもう1個使ってみたら全然違う浮力だったということないですか？そういうことがほとんどないですね。もう究極の浮力誤差の少ない設定をしてある浮きになります。はい、そして2つ目、沈降するとき仕掛けがですね、沈んでいく、馴染んでいくときの角度はですね、45度が理想だと、まあ、いうことで、それを実現するためにこの仕掛けが45度になる一番いいバランスだということで、重心等の設定、形もですね、行っています。ですので、こう馴染みました、深瀬からマンボウと一緒に浮きが沈んでいって、そこから少しずつじわっとカラマンが離れていくと、こういうあの理想的なですね、お仕掛けが沈んで入るじゃないかと、そういうやり方は非常にしやすい浮きということになります。そして3つ目、はい、ファイ 2.5、2mm、 今も言いましたように仕掛けの入りを一番いいのは何か、これもあの伊藤アナをですね、何回も何回も作り直してですね、テストを重ねました。その結果上が 2.5 ミリですと、で下の穴系の下のリングですね、ここは 2mm でということで、程よく糸落ちをセーブしつつも自然に糸が入っていくと、そういうことができる非常に考え込まれた浮きになります。フローズ、ぜひお試しになってみてください。